皆さんこんにちは、バイスプレイヤーの沙織です。今回なんですけれども、なんと、郡山駅前に来ております。ででん、はい。で、今回の企画なんですけど、会社の同僚の姉妹をバイスチバルツに誘ってみたということで、ゲストをお迎えしております。ひまりっこさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでも妹さんが私の動画の活動とかブログとか見て、バイスチバルツに興味を持っていただけたということなんですか。そうなんですか。そうですね大丈夫大丈夫そう、なんか妹がその、はいはい、シバルツやりたいって、はい、でもそのやっぱ家で練習したいけど、はい、相手がいないとやっぱりそのスムーズにできないと、はいはい、ということで、まあ、姉にも覚えてほしいということで。なるほど。ということで妹さんの影響でお姉ちゃんが始めるというね、あの、まあ、両方私の会社の同僚なんですけどあの今回とてつもない、状態になったということで、一緒に、バイスシバルツ始められるように買い物に行きたいと思います、これから。はい。で、あっちのビルででん、アティっていうビルがあるんですけど、そこにバイスシバルツいろいろ売ってるんで、カードショップ、はい、カードショップあるんで、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけでアティ8階の、シーガル郡山店さんにやってきました。ちょっと3つ買ってほしいものがあって。はいはい。お金持ってきた。お金は、はいはい、じゃあちょっと早速入っていきましょう。で、いろいろあのカード出て何から買っていいか分かんないと思うんですよ。はいはい。大丈夫、声ちょっと風邪気味で、はい、でこういうふうにあの1枚ずつ売ってるやつとかもあるんですけど、はい、まず一番最初に初心者が買ってほしいのっていうのがトライアルデッキっていう、はい、あのすぐ始められるやつがあるんですよ、うんうんうん、それがちょっとレジ前にあるんで、ちょっと失礼しましょう。はい、こちら。これ 下の段は分かりますか。はいはい。今あるので、B サイドとメライ神様になった日、ラブライブスーパースターワールドトリガーあります。なんか気になるのあります。気になるのが、はいはい、アニメ見てるのはトリガー。アニメ見てるのはトリガー、はいはい、でも見たい、はい、見ようとしてるのがラブライブスーパースター。あ、オッケーオッケーオッケー。というわけで、じゃあラブライブスーパースターを今回はちょっと買って帰ろうかな。はい、はい、で、もう一個、あと二つ買ってほしいものなんで、ちょっとこっちでレジ左側のスリーブっていうんですけど、わかります。わ、はい、かります。実はあなたやってたらしいじゃない、カードゲーム遊戯王をそれも妹さんの影響で、はいはいはい、覚えろとまあ知り合いがもうデッキごとくれて、はいはい、ああ、なるほど。それでただデッキだけなので、はい、スリーブとデッキケースはポケモンという、はい、あ、なるほど。かといってポケカ集めてるかって言われたら集めてない。なるほど。じゃあちょっとポケモンとサイズっていうのがスリーブ大事で。そう、そうなんですよね。あのポケモンと一緒なんですよ。なんで、あ、そうなんですか。ここで言うとどうだろう、レギュラーサイズこっちだな。はい、一緒なんで、こういう、レギュラーサイズとかって書いてあるやつがあるんですよね。レギュラーサイズ、お店によってはデュエルマスターズと同じとか書いてあるんですけど、あー、あります、ね、どれかな。これは遊戯王って書いてあるけど、あ、あったあったあった、こういうのでいいか。ちょっと来て、うん、あ、バイスって書いてある。そうそう、このバイス、ギャザ用とか、基本的にバイスとギャザ、MTG って呼ばれるものとポケモンデュエルマスターズ同じサイズなんで、こういう、スリーブを買っていただきたいと思います。あ、で、あんまり予算かけたくないと思うんで、まあ、最初はね、なんで、あの、おすすめはこれです。これ80枚入ってて550円で、かなり使いやすいので、うーん、ちょっとこのシリーズを今日はじゃあ買ってみようかなと思います。はいはい。で、もう一個、実際スリーブ買いました、あ、デッキ買いました、はい、スリーブ買いました、はい、箱がねえじゃんっていう話になるんですよね。そうです。入れ物がないんですよ。で、これもさらにおすすめなのがこれ、この真っ黒のこれヤノマンっていうメーカーのやつなんですけど、はいはい、これの165円のこれ、これかなりおすすめです。なんでかっていうと、デッキがすぐドスッと入って2つくらい入るので、今妹ちゃんの分も入るかな、一緒に、そうそう、一緒に入るかなっていう片付けもなくて、うん、あの一時期あの店員さんが間違って、あ、声優さんがタッパーに入れたっていう事件があったので、タッパー
カードどこに入れていくかわからなくて、あ、なるほど、今日はこれも買っていこうかなと。はい、じゃあ、トライアルデッキ、スリーブ、ケース、この3つで始められるんで、はい、早速レジ行ってみましょう。はい、すいません、あとバイスのこのラブライブスーパースターの、はい、袋を合わせまして1,806円でございます。ありがとうございます。あ、スリーバーってなんか安いなと思って、私も安いなと思って失礼いたしました。変わりまして2,366円ですね。はい、というわけで、今日買ったものが、この3点になります。だいたい値段的には、3,000円いかないくらいですかね。これで、まあ、始める準備ができたわけなんですが、今日予定が合わなかった妹ちゃんの好きなね、無色転生がちょっと売ってなかったんですよね。そうなんですよ、全く。なんで、はい、ちょっとおじさん用意しちゃった。ちょっとおじさんの中古なんだけどちょっと用意しました。全然大丈夫です、だってね、いや、まあまあまあ、なんでこれで姉妹仲良く、バイスシュバルツ始めていただけたらなと思います。で、あのこれ買っても、あの2人で5000円あれば始められるんで、まあボードゲーム1個始めるくらいの値段で気軽に始められるので、皆さんぜひ参考にしていただけたらなと思います。ということで、今日は、同僚とお買い物動画でした。ご視聴ありがとうございました。